ただいまより南東第一線へ行く者の名前を呼ぶ。ずんだもんに東兵。はい、なのだ。昭和19年夏、僕はニューブリテン島で作戦を行う4444連隊への移転合流を命令されたのだ。戦況は極めて悪く、詰まるところ僕は死んでこいと言われたのだ。当時はそんな若者がたくさんいたのだ。そして戦地へ向かう前に僕は一泊二日の外泊を許可されたのだ。家族に最後の挨拶をするためだったのだ。久しぶりに戻ったふるさとでは、家族や近所の人たちが僕の部隊移転を名誉に思い喜んでくれていたのだ。夜にはお国のために立派に死んでこいと貴重な食料やお酒を持ち寄り、ささやかな宴会を開いてくれたのだ。その宴会には幼なじみの春日部紬お姉ちゃんも来ていたのだ。そして宴会が終わる頃、僕は紬お姉ちゃんに人気のない林に呼ばれたのだ。ねえ、あんたもうすぐ南の島で死んじゃうんでしょ。そうなのだ、僕は死にに行くのだ。あんたはそれでいいの？もっと行きたくないの？まだ若いじゃん。やりたいこととかないの？僕のお父さんも上の兄弟二人も戦地で死んでいるのだ。僕も戦地で死んでやるのが道理というものなのだ。そういうものかな。そういうものなのだ。もう決まったことなのだ。そっか。じゃあさ、これからアーシとセックスしようよ。戦場で痛い思いして死ぬ前にさ。紬お姉ちゃん、あんたアーシのこと好きだったでしょ。いつも足の太ももやお尻をいやらしい目で見てたよね。やりたかったんでしょ。ごくりなのだ。本当を言うとね、頼まれたんだ。あんたのお母さんや親戚のおじさんに。あんた童貞なんでしょ。生身の女の子を知らないまま死なせるのはあまりに不憫だって。もし嫌でなければ今夜筆下ろししてやってほしいって。正直すごい嫌だよ。はっきり言ってあんたクソキモいよ。なのだ。でも一応小さな頃から知った仲じゃん。そういう子がもうすぐ死んじゃうんだなって思ったら、やっぱり足もかわいそうに思えてさ。だからいいよ、今夜は足の体を好きにして。お情けだよ。目をつぶって我慢してやるからさ。お姉ちゃん、クソ緑。いや、やめておくのだ。え、お姉ちゃんを汚したくないのだ。バカ、成仏できないよ。翌朝、僕は家族やご近所の人に見送られ、北九州行きの列車に乗ったのだ。ふるさとの空、大地、空気、そして紬お姉ちゃん。愛しいすべてにさようならなのだ。それから二日後、僕たち南方戦線へ向かう下級兵士を乗せた輸送船は、門司港を出発し、そのさらに翌日、海上で敵の魚雷を受けて沈没したのだ。僕は戦地に出ることなく海へ投げ出され、海水を思い切り飲み込み溺れて死んだのだ。